えっと、高校の時に自転車のサドルのセットを行い、マジックマッシュルームを摂取し,したことがあるのは本当ですかなぜそんなことをされたんですかえっと、正確に言うと、高校の時にあの飲み会があって、その自転車のサドルに穴が開いてたので、自転車のサドルを交換しようとしたんです。で、その自転車、マウンテンバイクのサドルを盗んで、こう外して自分のに変えようと思ったら、そのサイズが合わなかったんで、なんだ合わねえじゃんって捨てて、 で、その後、なんか普通に飲み会が、そのなんか公園でダラダラしてたら、あの、高橋くんが、あの、自転車のサドル盗まれたって言ってて、ああ、そのサドルだったらそこに落ちてるよって言ったので、正確に言うと僕は盗んでないです。高橋くんのサドルを外して、他のところに置いといただけです。あの、高橋くんのその、あの、マウンテンバイクってほんと知らなかったですよね。たまたまその知り合いのサドルだったんですけど、はい。 あと、マジックマッシュルーム合法だったんですよね、昔。はい。なので、別にあの、合法なキノコを食べたら、その後違法になったっていうだけの話です。